市川團十郎白猿さんの心豊かな部屋。市川中車さん、猿翁さんに一括された秘話。市川中車さん、疎遠だった父猿翁さんに一括された秘話激白。昨年死去した歌舞伎俳優の市川猿翁さん、市川團十郎さんを追悼する澤瀉屋送る会が28日、都内のホテルで行われ、猿翁さんの長男、市川中車、香川照之さんと孫の市川團子さんが主題に応じました。約700人が参列し、約2500本の花に彩られた祭壇には、遺影や天皇陛下からの祭祀料などが飾られました。中車さんはスーパー歌舞伎の創始者で革命児と言われた父について、偉大すぎてまばゆい存在。2012年に9代目中車を襲名する際、日本一の富士山のような役者になれと書かれたハガキが送られてきたことを明かしました。猿翁さんと浜優子さんは中車さんが2歳の時に離婚。中車さんは20代の頃疎遠だった父に会うため巡業公演の控え室をアポなしで訪ね、あなたは息子ではありませんと一喝されたエピソードを披露しました。なぜか息子ではありませんが、愛していると言ってくれたと思いました。泣きました。人生で一番幸せな日だったかもしれません。その日、猿翁さんは中車さんと対面後、親子の情愛を描いた死の霧を泣きながら務めたと言います。いとこの市川猿之助さんが昨年5月、父團十郎さん、母喜熨斗延子さんの自殺を手助けしたとして自殺幇助罪の罪で起訴されたことについては、初めて肉声で多大なるご迷惑をおかけしましたと謝罪、懲役3年、執行猶予5年の判決を受けた猿之助さんからはご遠慮したいと申し出があり、この日は欠席となりました。幼少期から稽古を重ねるのが一般的な歌舞伎界に46歳未経験で飛び込んだ中車さん、猿翁さん、團十郎さんが天国へと旅立ち、猿之助さんが執行猶予中という危機に、父と叔父の精神を継いで一門の皆さんの声を聞きながら、息子團子を育て前を向いていきたい、多くの参列者から激励を受け、澤瀉屋の当主として決意を新たにしました。中車さん、團子さんらは来月から猿翁さんが1986年に初演したスーパー歌舞伎ヤマトタケル新橋演舞場2月4日から3月20日に出演します。中車さんは執行猶予中の猿之助さんの近況に触れ、松竹の了解を得ながら父から4代目猿之助に伝わったことを團子に伝えていく作業をしていただいています。團子さんは祖父はどんな時も勇気を与えてくれる存在でしたと、猿翁さんへの感謝を語りました。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。